では本日の映画お願いします。フォードガイ、フォードガイ、はい、うん、まあ、これもあの大阪であの足止め食った時に台風の最中見たからあんまり人がいなかったそうですか。空いてていいですか。空いててはいいね、はい、もういい席がいくらでも取れるってそんな感じではありましたけどね。どうでしたか。これはあれだよね、スタントマンなんだけど、はい、まあ、スタントマンをやりつつその恋人っていうのが、うん、実はあの一緒にやったのが、はい、まあ、映画監督に、はい、なっちゃったっていう話で、はい、それで、はいはい、まあ、またその恋人のもとでやるってことなんだけど、うん、あの最終的にはねスタントマンでお怪我するんだけどね、うん、それを仕組んだのが、はい、まあ、いてって言ってそれをまたやっつけるって感じで、はい、そういう意味では完全懲悪のすごく単純な、まあ、分かりやすい話で何も考えなくていいよね、はい、それであれでねスタントの本当の話が出てくるんだけどね、はいはい、まあそれはそれで、ね、もうはっきり言ってアクションものそのまんまだよね。うん、まあ、オールスタントみたいな話なんかを映画の中で組み込んでるってことだもん ね、 そうですよね。あの爆発とかそういうのも全部ね、はい、組み込みながらやってて、まあ、最後はすごくあのハッピーエンディングだしね、はい、気持ちいいような話だよね。気持ちいいようです、うん、なるほど。まあこのライアンゴズリングっていうのは私はあんまりよく知らなかったんだけど、はい、もう時々映画では見てくる顔だなと思いつつ ね、 そうですね、まあ、すごくでもメジャーな人でもないからないしね、まあ、これはだからあのアクション系で話で、はい、あのまあ2時間ちょっと、はい、ゆったり楽しめるっていう映画ではありますね。あれエンドロールもちょっと面白かったですよね。そのスタントシーンをなんかメイキングみたいなのが、うん、そうそう、メイキングみたいになってね、はい、あれはね映画なんだかスタントなんだかそこで分かんないねあれみんなスタントだろうとはっきり言えば思うけどね。スタントやってる人から見たら面白いんじゃないの。そうでしょうね、うん、アクション好きにはたまんない。アクション好きにはそうそう本当にあの面白いで裏側も分かる。でもスタントだからね、裏側って言ったって本当にスタントなんだよ。まあ、まあ、そうですけどねなんか上からポンと落っこちるのもね、はい、あの下にねマット敷いてやってポンとやるとかね、そういう話だよね、はい、そうです。あれで本当に事故が、劇中では事故があるんだけど、はい、まあ、それはちょっと仕組まれた事故だっていうことでね、それに対してまた復讐みたいにするっていうのは面白かったよね。わかりました。ではこれは星は 3.5 よりちょっと上3.5 よりちょっと上ですね、うん。